あ、いるじゃん。あ、いるやん。ゴーレム。あ、これ、おめでとうございます。皆さんおめでとうございます。これで、多分皆さん取った扱いになってんじゃないかな。はい、どうも、哲学徒です。今回はですね、冒頭の動画で見ていただいた、トレジャーゴブリンがね、よく出るポイントを、ちょっとね、ご紹介していこうかなと思います。トレジャーゴブリンなんですけど、基本的には、フィールドマップであればどこでもね、まあ出現する、まあ低い確率で出現するような感じになってるんですけど、まあ今回特にですね、こちらのイベントの方のね、飢えた月、この31日までのね、間に達成しなきゃいけない目標としてね、トレジャーゴブリンを1体倒すっていうのがありますので、まあ、なんていうのかな。今ちょっとまだ倒せてないよっていう方はね、ぜひ、行ってみてほしいなと思ってます。行き方なんですけど、これ私もね、まあ、親しいフレンドさんに教えていただいたんですけど、ここのね、性別された大地の、修道院ですね。ザベインさんの性別された大地の修道院を、くるくる回るっていうのがいいかなと思います。まあ、マップ的にこんな感じでね、ウェイポイントから行ってもらって、ここをぐる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 回るような感じで回ってるとね、結構ですね、私も、試しにソロで、回ってみたんですけど、そうですね、4、5分に1回とかね、まあ、出会えたりとかするんで、結構効率いいんじゃないかなと思います。まあ、ただね、パーティー組んで行った方が、まあ、効率はいいので、まあ、4人パーティーね、フィールドで、歩兵してみるのがいいんじゃないかなと思います。で、歩兵のやり方なんですけど、こちらのね、パーティー検索の方で、まあ、ゾーンですね。まあ、今特にないので、こっちの、例えば、ザベインさんですね。で、作ってもらって、まあ、今の時期だったら結構ゴブリン買ってる人多いと思うんで、ゴブリン、探索中ですとかにしとけば、多分人集まると思うんで、これでまあ、作成で作ってもらうという感じですね。まあ、今回は作成しないでソロで行きますけど、まあ、パーティー集めてもらって4人で行くのがいいかなと思います。で、まあ、おそらくね、ここが、湧きやすい理由っていうのは、まあ一つはなんていうのかな。そもそも結構、狩りの人気スポットでザベインさんに人が集まってるっていうのも、まあ大きな理由の一つだと思うんですね。フィールドに人がたくさんいると、まあその分湧きもね、間隔が短くなるので、まあ、ゴブリンが湧きやすいっていうところはあって、ただですね、当然こう、なんていうのかな。人が多くなると、まあ、狩りもね、競合しやすくなるんで、まあ、基本的には、なんていうのかな。あんまりにも人が多かったら他のマップ行った方がいい可能性はあるんですけど、まあ、結構ここね、一回周回してくるの楽なんですよね。まあ、今敵倒しちゃってますけど、まあ、ちょっと順路だけお伝えすると、こんな感じでね、行ってもらって、で、こっち側ですね。まあ、回り方はどっちでもいいんですけど、まあ、こう回っていって、で、まあ、ここら辺にもいることがあるんで、見てもらって、で、上見て、こっちにはあんまりいないかな。見てこのね円形のところが結構湧いてることあるんでまあ見てもらうという感じですね。で今回はこっちいないのでした行っ
て、そう、なので、同じエリアで、まあ、買ってる人数が多いほど、まあ、脇の間隔は、短くなるんだけど、その分、まあ、ライバルが多いというかね、そういう感じにはなりがちなんで、まあ、あんまりにも人がね、密集してるようだったら、他のポイント行った方がいい可能性、他のポイントとか、まあ、他の難易度ですね、に狩りに行った方がいい可能性もあるんですけど、まあ、結構モンスターの精髄とかもたくさん手に入るんで、ここ結構いいかなと思いますね。こんな感じですね。下行って、あ、出ましたね。今。これこれこれ。はい、今まさに湧いてますね。こんな感じでトレジャーゴブリン出るんで。で、問題はね、火力ないと、倒しきれないで、こう、ワープしちゃうことあるんで。やつはすぐ逃げるんでね。こう。はい、出ましたね。こんな感じでね、倒してもらえば、手に入るんで。まあ、ソロで、まあ、行ってもこんな感じでね、何分かに一回出会えるんで、まあ、この順路で回ってもらうのが結構いいんじゃないかなーっていう気がしますね。で、この周りなんかにもたまにいたりすることがあるんで、あとね、あの、トレジャーゴブリンの特徴として、今こうやってゴールドが落ちてると思うんですけど、攻撃が当たるとね、こうやっていろんなものを撒き散らすんで、あ、今いましたね。また2匹目。はい。これ誰か倒しに来てくんねえかな。倒しに来てくれたらあげられるんだけどな。そうですね。なので、どんどん逃げちゃうんでね。こんな感じで、買ってあげると。はい。で、アイテム的にも結構美味しいので、まあ、ここで、まあ、ソロでも、まあ、マルチでも、マルチでね、買うときは、なんていうのかな、顔のマークはこうやって、明るくなってる状態だと、キルがね、共有されるんで、なんていうのかな、パーティーでやってるときは、一箇所に固まりながら動いていった方がいいかなと思いますね。今ちょうど、そうですね、説明の時間も含めると、5分ぐらい回しただけで2匹、トレジャーゴブリン湧いてましたので、まあ、このね、セーベスター大地の修道院、こうやって一周してくるような形でやると、結構短時間でね、集められるかなと思います。で、まあ、ちょっと報酬クエストとかでいろいろフィールド回ってみたけど、出ないよ、なかなかゴブリン出会えないよっていう人はね、ぜひ、ここの周り探してみてほしいなと思います。ではでは、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。